元皇居のエアコン担当のアキニーです。本日お送りするのは、エアコンを買うなら家電量販店と街の電気屋さんどっちがいいのについてお話をしたいと思います。やっぱりね、時々僕の方にも質問で寄せられるのが、家電量販店と街の電気屋さんどっちがいいのっていうことについて、よく質問を受けます。やっぱりそれぞれに特徴があり、またそれぞれに長所や短所あるわけですよね。なんでそのあたりのことをご理解いただいた上で、皆さんがお買い求めになるなら、もしくは皆さんの例えばご両親がお買い求めになるならというような、いろんなシチュエーションによって答えが変わってくるんじゃないかと思います。まずざっくりと言えるのが、まず家電量販店は製品にフォーカスして、町の電気屋さんは人にフォーカスしてるっていうことが言えるんじゃないかと思います。量販店の場合はとにかくあらゆるメーカーさんのいろんなグレードのものがビシッとこう展示されていて、実際に目で見てわかる、あらゆるカタログも揃っているので、カタログを見ながら実際のものを確認したり、また実際のものがないものについてもカタログを見ながら商品の説明を聞いたりすることが可能になってきます。なので製品にフォーカスしている以上、やはり価格っていうのは非常にお買い求めのしやすいものになっています。一方で町の電気屋さんっていうのは人にフォーカスしている。じゃあ人にフォーカスしているというのはどういうことなのかっていうと、町の電気屋さんは証券が非常に狭いんですよね。なのでその自分たちが対応可能なエリアが狭い分だけ、自分たちのお客さんのことは非常によくご理解してると言ってもいいと思います。あそこのおばあちゃんはこれこれこういう状態で家電をお使いになってるとか、あそこのおじいちゃんはこれこれこういう使い方をしているとか、そろそろ寝たきりになってきてるから、これからはこういった機能の方がいいんじゃないかなどなど、やはり使ってる人にフォーカスしてご提案をしてくださるっていうケースが多いんですよね。なので、価格は正直言って町の電気屋さんの方が基本高いです。やはり何割も高いっていうケースもあります。ただ電球1個から顧客に対して密着して、対応してくださるっていう安心感も半端なくあります。例えば商品を買った時、例えばエアコンを買った時は量販店よりも例えば何万も高かったよとあったとしても、いざ何か故障したっていう時にすぐに駆けつけてくれる。またエアコン以外のさっき言ったように電球を変えてほしいとか、ちょっと何かをやってもらいたいって言った時にもすぐに来てやってくださるっていうことを、例えば量販店がまあやるのかって言ったら、まあ基本やらないですよね。じゃあどれぐらい有料でやるのか、有料サービスとして換算したらどうなのかって考えていくと、さっき申し上げたようにエアコンを購入した時に数万の価格差があったとしても、それ以外の労力を慣らしていくと、結果その経済的なコストっていうものはそれほど大きな違いがなくなるんじゃないかなと思うんですよね。なので自分たちのことはある程度自分たちでできるよ。やっぱ電球だって普段から買い置きしてるし、ちょっと玉切れしたって簡単に交換できるよっていう方々であれば、家電を購入するときにお安く買える量販店っていうのは非常に有益です。ただ、体が不自由なご両親が住まれてるところの例えば家電を買うってことになると、やっぱりその商品を買うっていうだけじゃなくて、日常の SOS を発信できる場があった方がいいんじゃないかなと思うときは、やはり街の電気屋さんっていうものの活用をしてみるっていうのもいいと思います。ただ当然街の電気屋さんにも個別にやっぱり違うってことがあります。なのでさっき申し上げたような、電球1個からちゃんと変えてくれますよっていう町の電気屋さんもあれば、そもそもそういうことすらしませんよっていう町の電気屋さんもね、あると思うんですよ。なので、町の電気屋さんがイコールお客さんに密着してくださるかどうかっていうのとはまた話は別です。
あくまでも相対的にそういったケースが多いですよということをお伝えしているので、皆さん方の手はご両親のためにね、じゃあ町の電気屋さんから買った方が後々いろいろとフォローしてもらえるんじゃないかと思う場合には、やはり一度そういったきめ細かい対応をしてもらえることも含めて、頼っていいのだろうかっていうことを購入しようかなと思っている町の電気屋さんの方に行って尋ねてみるっていうことも大切なことだと思います。なので今回は基本的なお話として、量販店は製品にフォーカスする、町の電気屋さんは概ね人にフォーカスする、なので1回の買い物に対する価格差というものは、特に大型家電になればなるほど非常に価格差は広くなります。ただそれ以外のフォローアップも含めてきちんとやってくださる町の電気屋さんであれば、そういったものも含めてコストとして鳴らしていくと割とトントンになるんじゃないだろうか。むしろ安心してお任せできる分だけ安心料っていうことも含めて、考えていった場合には、町の電気屋さんもありなんじゃないかなっていうふうに思ったりもします。ですので、繰り返しになりますが、ご自身で、きちんと対応できるならば量販店さんの方に優位点は多いと思います。ちょっといろいろとできないから頼りたいなっていうのであれば、一般的には町の電気屋さんの方が対応してくださると思いますが、やはりご自身の目で、そしてきちんとお話をして判断をしてみるっていうことがいいと思います。一般的には町の電気屋さんの場合は後継者がいなくて、ご自身だけでやられているケースも多いです。ってことはやはりね、それなりに高齢になっている方が多いこともまた事実なんですよ。となるとやっぱりね、気持ちはやってあげたくても、現実までやれないことが意外と増えてくるってケースもありますので、やはり町の電気屋さんといえども、きちんとフォローしてくださるスタッフさんがいるのかとか、そういったこともね含めて一度お話をしてみるのがいいんじゃないかなと思っています。いかがだったでしょうか。今回は量販店さんと町の電気屋さん、エアコンを買うならどっちという点についてお話をしていました。皆さんがどちらを利用するのか、ちゃんとそれぞれの特徴、そして具体的にやり取りをするスタッフさんや店舗さんときちんと話をすることをまず心がけてやってみるようにしてください。なるほどな、ちょっと参考にしてみようかなと思った方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンの方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。元公共のエアコン担当のアキニーでした。それでは失礼します。家庭用エアコン、業務用エアコンのお問い合わせについては概要欄に貼ってありますサイトをご確認の上、メールにてお問い合わせください。